前回のターク編で発見したポリマーコーティングの凄さを簡単に作る方法を紹介します。本当にくっつかない鉄と、前回のターク編の動画を見ていない方は概要欄から見てください。前回のポリマーコーティングをして目玉焼きを焼く工程でアスパラの香りがしたのがヒントとなって大発見をしてしまいました。コーティングに使うものはなんと塩とマヨネーズ。アスパラを食べたくなって撮影が終わった後、焼きながら塩でアスパラを食べた後にマヨネーズをかけて食べたらくっつかなくなりました。というのは冗談で、アスパラの栄養素を調べて、ポリマーコーティングに必要な材料を調べて、全てが揃っている食材がマヨネーズでした。醤油コーティングにマヨネーズコーティングって冗談としか思えない組み合わせですが、マジです。食材はいつもの目玉焼きと餃子を焼いていきます。マヨネーズはアミノ酸が味の素の方が多そうなので味の素で動画を撮りましたが、キューピーの方が良さそうです。豆乳マヨも試しましたが良くないです。このポリマーコーティングは無色透明なのでステンレスにも使えます。とりあえずステンレスをコーティングします。冷えた状態でマヨネーズ大さじ3くらいと塩大さじ1くらいを入れて軽くかき混ぜます。火を弱火でじっくり混ぜてください。マヨネーズが透明になってしばらくすると、塩が赤みがかった茶色に変色してきます。おそらく不純物が塩に吸着している感じがします。10分くらいじっくり混ぜてください。油の量が減らなくなったら、熱いまま冷たい水で洗ってください。水で洗った後、少し白いものが付着してますが、これがポリマーです。キッチンペーパーで磨くと綺麗になります。磨かなくても大丈夫です。では、目玉焼きを焼いてみます。あと、従来の鉄のコーティングなので、ちょっとくっついている感じですが、焦げついて剥がれなくなることはありません。続いて餃子も焼いてみます。餃子は初めてですが、途中爆発がすごかったです。ステンレスで初めて目玉焼きと餃子を作った感想は、鉄よりも上品に仕上がる感じです。鉄が圧倒的に美味しくなるイメージだったのですが、ステンレスもテフロンとかと違って美味しくなるんですね。剥がすときに映像では焦げついてないって感じですが、感触は底がもちもちとした状態に変化してます。これがポリマーなのかなって感じです。
底の焦げが気になった方も多いと思いますが、焦げがねっとりとした黒い物質になっていて軽く洗剤で洗ったら取れました。次は前回のタークで醤油コーティングとマヨネーズコーティングを併用で目玉焼きを焼いてみます。この膜の感じとかスルスル感が中鉄並みです。異常なくらいにくっつきません。ツルツルした鉄をコーティングする方はこの方法が良いです。次は餃子です。これはびっくりしました。醤油コーティングだけではこんな現象は起こりません。中鉄だったらまだ理解できます。タークのプレスの鉄です。従来の鉄の概念をはるかに超えてます。ステンレスと同じ餃子なのになぜか鉄だと爆発しません。味はステンレスの場合サクッもちっとした高級感のある感じです。鉄の場合はカリッとしてサクッとした感じで最上級の B 級グルメ感があります。今回の撮影でステンレスフライパンを買おうか迷ってこの撮影だけだろうなと買わなかったのですが、買ってもよかったかもと思えるくらいです。餃子の剥がれ方はすごすぎました。最初の2個はちゃんと焦げてるので剥がれたのですが、残り2個はまだ焦げてないのに剥がれました。少し時間が空くかもしれませんが、近日中にこちらのフライパンをこれまでの集大成として仕上げたいと思います。リバーライトの極めです。表面は少しザラザラしている感じですが、中鉄ではなく鉄愛好家の中でも人気のフライパンになります。これが最高傑作になるのかを楽しみにしてください。次回はパエリアや中華料理などを作る予定です。醤油コーティングとマヨネーズコーティングでこんなにすごい結果になるとは思いませんでした。パエリアが楽しみです。